大国主の狼は兄神たちと美しい姫を求めて旅に出ました。その旅の途中、傷だらけで泣いている一匹の白いウサギと出会います。兄神たちはウサギに傷には海水が効くと嘘を教えます。ウサギはそれを信じて海水をかぶり、風に吹かれてみますが、ますます傷は悪くなるばかりです。兄神たちの後ろからやってきた大国主の狼はその姿を見て、真水で洗ってガマの穂綿を体につけると治ると教えました。傷は見事治癒し、ウサギは予言します。きっと姫神様は兄神ではなくあなたを選びますよと。さて、今日は出雲大社にやってきました。参拝したいと思います。これ二の鳥居なんですけど、二の鳥居をこうから向こう見ると一の鳥居見えますよね。でこう下がっていく感じになってるんですけど、ここは 山だったんですよね。だから山をこうこんもりした山をこう切り開いていって、下に参道がこう降りていくので、こう下り参道になってるっていうことなんですけれども、真正面に見えてくるのが、八雲山、そして、鶴亀の山があるということで、この山が我が神奈美山としてね、しっかりとこの御神域を見守ってるという感じで、この参道は本当に出雲大社に来たなっていう、そういう気持ちにさせてくれるような大きな大きな参道ですよね。目の前に松が見えてきます。カモなのかな、カモなのかな、あそこにね。すごい優雅だね。このねマッピングを見ると、このね境内の中でね、たくさんのね野鳥が見れるんだって。こうほら、セキレイとかが見れるって書いてあるね。キビタキなど、キセキレイやキビタキなど小鳥たちの水浴び場になっています、だって。へえ、それぐらいやっぱりね自然が豊かだから、たくさんの鳥が飛んでくるんですね。わあ、こんなにたくさんいるんだ。オオルリとか、一度見てみたい鳥だ、オオルリ。へえ、いいですね。参拝をしながら自然と、そして鳥をめでる。日本全国いろんな神社に参拝させていただいていて、まだまだ行ったことのない神社も多いんですけれども、こう参道にこれほどのたくさんの松がある神社っていうのが珍しいんじゃないかなと思うんですよね。
日本のこう松っていうのは本当に日本のねこう象徴的な植物でもあるので、あそこにもすごいたくさんウサギがいる。豊足原の瑞穂の国を我が子孫が治めようと思うと、天照大の命を受けた鹿島の神武三和地の御事は稲佐の浜に天下りました。戸塚の剣を抜き、大国主の狼に国譲りを迫ります。狼は御子神である琴城主の御子と武見方の御子の了承を取り、日本の国づくりに力を尽くされました。出雲といえばこの拝殿、そして日本最大級と言われる神楽殿の太いしめ縄が有名です。数年に一度新しくなる大しめ縄、赤穂餅というもち米の稲わらが使われ、飯南町の人々の手によって1年以上の月日をかけて編まれています。役目を終えた古いしめ縄も再び森へ返され、土に帰っていく。見事に自然と共生し循環しています。平成12年の発掘調査で世間を驚かせた鎌倉時代の宮柱の出土。社殿を支えるための大きな柱は巨木を3本に束ねた直径3メートルある大きな柱でした。古典などに記されていた巨大な社殿の姿が明らかになったのです。大国主の狼は日本の国づくりに尽力され、神々の世界である隔離世の世界を治めることになりました。空高く届きそうなこの御社殿は、狼の力を象徴するかのように大きなスケールで人々を魅了します。実際にあの境内の中から柱の跡が出てきたというのはここだよっていうのね、これですね。ここに柱が、渦柱がここにあったということですね。すごいよね、こんなに建物を支えていた、これが渦柱の、実際にここから出てきたってことですよね。すごいですね、こことそこか、これね、これ建物を支えている9本の柱の1本、2本で、あそこが真の御柱ということで、もう最も神様に近いところにある柱ですよね。これがもう、これは重要なのはもうこれが重要ですよね。じゃ参拝に行きたいと思います。
60年に一度行われる大遷宮。前回は平成25年に行われました。その年は伊勢神宮の遷宮と重なり、多くの注目を集めました。遷座祭は9000人にも上る参列者、御本殿の御扉を宮司さんが閉閉し、参列者全員で柏手を打った後の大雨を私は忘れられません。2つの雲が御社殿を包み込むように隠し、まさに隔離の世界に狼はお帰りになったと、そこにいるすべての人が感じた瞬間でした。60年というサイクルの中で、御社殿の屋根などの葺き替えを行い、技術も伝統も次の世代に受け継いでいく、悠久の時を超えて人々が守り伝えてきた信仰の証、それこそが天照大神との約束で建てられた天下無双の大家、この御社殿そのものなのです。こっちから見ると本当竜の頭みたいなんですね。神々しい、本当に。稲佐の浜は昔にはここは海上交通のすごく要 のところだったっていうふうにも言われてるので、やっぱりここからこう東アジアに向かっていろんな文化がここに入ってきたっていうこともあるんでしょうね。だから大事な場所だったから神祭りが行われてきたっていうのもあるだろうし、古代のロマンだ。わあ綺麗。